平本明夫です。どうしてコーチングライブ、人生が変わるライブをもっともっとたくさんの人に伝えたいのか、もっともっとたくさんのエリア、全国各地でやっていきたいのか、その理由はすごくシンプルです。今まで自己啓発の本とかセミナー読んでて、確かにプラス思考はいいかもしれない、確かに目標はいいかもしれない、確かに片付けいいかもしれない、確かに早起きはいいかもしれない、確かにアファメーションできるできるできる、声出すのもいいかもしれない、確かに傾聴よく聞くのはいいかもしれない。世の中にはありとあらゆるいい方法を、そうしたら人生うまくいくよ、仕事順調になるよ、人間関係楽になるよ、良くなるよっていう方法はあふれ渡っています。でも多くの人がどうしてうまくいかないか、講師が前で言うとか本で書いてあるっていうのは実は抽象的一般的な話しかできないんですね。例えば人間関係、相手の立場に立って相手がどう感じてるかよく感じましょう。確かにそうかもしれません。ところがライブでは何年も十何年もそれどころかそれを教えてるような人ですら、椅子の位置を置いて相手の立場に座った瞬間、あ、そっか、こんな気持ちなんだ、具体的個別的な体験を通して事例を通して確かに理屈では知ってたけど、なるほどそうなんだってことが分かります。コーチング受けてない人ですら、会場で観覧してる人ですら、まるでその椅子座り変えたような気持ちで座ってみると、そっか、あ、うちの妻、うちの旦那、彼は彼女は、あの上司は部下はこんな風に感じてるかもしれない。例えば実現した未来、ありありと五感を伴って臨場感を伴って描いてみましょう。感情が溢れるぐらい鮮明に、そして未来から発想しましょう。確かにいっぱい本に書いてあります、いろんなセミナーで言います、さあやってください言うかもしれません。でもどうやって、自分の場合どうなの、できてるかな、できてないかな。ライブで実現した場面、いろんな人が前に出てきて演じます。そして叶った場面をありありと見ると、視線と涙が出てきて、止めない限り前に進んでいってしまうぐらい引っ張られちゃうんですよ。自分の夢とは全く違う夢かもしれないけど、それを会場で見てるだけでまるで自分ごとのように感じるんです。まるで自分の叶えたいものもありありと臨場感ともなって再現した気分になります。自分が問題でハマっちゃってる場面、可視化見える化してみて、遠くから見てみたら笑っちゃいますね。自分もそれを他の人がコーチングを受けてる見ながら、そっか、私もあれハマっちゃってたかも。こんな風に本やセミナー講義だと一般的抽象的で、確かに考え方はわかるんだけど、じゃあ私の場合、そこで止まってしまう。ところが実際具体的個別的な事例を見てみると、まるで自分ごとのように感じられる。そして2つ目、もう一つは、ほとんどの人が自分の問題だと思ってる、自分がやりたいことだと思っていることが違う場合があります。それに関してはぜひ次回またお話ししましょう。